フィギュアスケートの木平梨花選手が、北京五輪のテスト大会、アジアンオープントロフィーに出場する。10月13日から行われる国際大会で、昨シーズンの世界選手権で2位となった、鍵山雄心など、注目の選手が出場します。22年の北京五輪と同じ会場で行われる試合なので、 注目が集まっています。スポーツ指揮者この大会に向けて練習に励むキ平ラが今期から練習拠点としたのはカナダのクリケットクラブだ。練習拠点をこれまでのスイスからカナダのトロントに移しブライアン・オーサー氏に指示することが9月8日に発表されました。オーサー氏は 羽生結弦選手も支持する。ジャンプの指導に定評がある名コーチ。キヒ選手はすでにカナダに渡航して練習を始めています。同、スポーツ式者地元の羽生結弦愛しかし。羽生結弦は今季もカナダに行かず。日本での練習を続けている。昨シーズンはコロナ禍で渡航できず。 一人で練習することを余儀なくされていました。今シーズンは、日本でも緊急事態宣言は全面解除となり、ワクチン接種などの条件はありますが、カナダへの渡航制限も緩和されつつあるので、戻ることもできるはず。コーチの大沢市も、 ハニュー・ユズル選手に直接教えたいという思いがあるようですが、どう、スポーツ指揮者それでもカナダに行かないのはなぜか。ハニュー・ユズル選手は、今季で4回転半ジャンプを完成させるという思いがすごく強い。練習にも普段以上に熱が入っています。一人での練習を続けているのは、4回転半を含めた、 フリープログラムの天と地とを完成させるための覚悟の現れかもしれません。フィギュア関係者、小学2年生から4年生までの間、羽生結弦るを指導していた鈴木翔一郎コーチは、羽生結弦るの練習についてこう分析する。一人の方が効果的な練習ができると自分自身で考えて、 判断しているのでしょう。創作意欲を高めることや、振り付けを効果的に練習する目的があるのではないかと思います。日本での練習は、コーチだけでなく他の選手もいない環境だ。その分リンクの面積を自由に使えますから、自分の想像した通りの練習ができるんです。特に、 プログラムを作ったり、プログラムで滑ったりするときには、そういう環境がベターなことは確かです。続きコーチそんな羽生結弦るに、地元の宮城県からも後押しが、色の異なる複数の種類の稲を植えて、絵を描く、田んぼアートで羽生結弦るを描いているのだ。田んぼアートを楽しむ、会事務局に話を聞くと、 地元の羽生結弦る愛が感じられた。羽生結弦る選手は宮城県出身の世界的大スターですし、地元みんながファン。昨年は田んぼアート自体がコロナで中止になってしまいましたが、19年に羽生結弦る選手を描いたとき、3.5万人にご来場いただいて、 また見たいという声がたくさん寄せられたんです。それで、今年も羽生結弦る選手を描くことになりました。日本スケート連盟からは、本人も快諾しておりますと聞いております羽生結弦るの姿に地域を重ね合わせているそう。怪我をしても復活して活躍する姿に、地域再生の願いを込める意味もあります。 今年も大反響で、羽生結弦選手のファンもたくさん見に来てくださっています。事務局ここに練習を続ける、羽生結弦。地元の応援を受けて、悲願の達成なるか。次のオーディオビデオでお会いしましょう。